皆さんこんにちは、 IT ジャーナリスト綾乃です。今回は都内で開催されているシャープの新製品発表会の会場に来ました。今回新たなアクオスブランドが発表されるということで、どんな端末になるんでしょう。とても楽しみです。アクオスゼロです。では早速、海外の携帯電話事情に詳しい山根博士にお話を伺いましょう。はい、皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家の山根康洋です。シャープ、またフラッグシップを出してきました。実はね、日本だけじゃなく海外でも最近頑張ってるんですけども、なかなか見どころがある端末なんですよね。早速見てみたいと思います。シャープの新製品アクオスゼロ、触ってみましょう。こちら 6.2 インチの大画面なんですけども、なんと146g しかないんですよ。持ってみてどうですか？とても軽いですね。これね、目をつぶって持ったら5インチぐらいの小型端末と感じてしまうぐらい軽いんですよ。なので大きい画面で映画を見たりゲームをしていても全然ね、ストレスないんですよね。どうしてこんなに軽いんですか？これは有機 LED ディスプレイを採用したことで、バックライトがないのでまずディスプレイそのものが軽いんですね。さらに側面のフレームがアルミニウムよりも軽いマグネシウムを採用しているんです。これによってですね、女性でも片手で楽に持てる重量を実現したんですよ。今回シャープ初の有機 EL ディスプレイを搭載したアクオスゼロが発表されましたけれども、今後シャープはどのようなスマートフォンを発表していくんでしょうか？今回のアクオスゼロはパフォーマンスを狙ったバリバリのハイエンド端末なんですね。一方アクオス R2 もこれまで通り定売されます。 R2 の方は逆にカメラに特化したマルチメディア指向の端末なんですね。今回の2つのモデルを出したことで、シャープはフラッグシップが2つという他社とですね、同じような戦略でこれからグローバル展開もできるかと思います。この2つのフラッグシップモデルなんですけども、ちょっとね、気になるところがありました。パフォーマンスモデルがゼロ、分かりやすい名前ですよね。一方カメラモデルが R というネーミングで、一見するとどんな特徴があるか分かりにくいんですよね。おそらくシャープはこれから世界中に端末を売っていくと思います。端末のシリーズ名、ネーミングに関してもですね、よりユーザーに分かりやすいものに変えていった方がいいと思いました。今回のシャープの新製品発表会、前回の発表会とだいぶ内容が違いましたね。そうですね、前回はカメラにフォーカスして SNS 映えとか非常にユーザーのことを考えて分かりやすい発表会だったんですね。今回は UTL の採用や軽量、そのあたりのスペックを重視した発表会でした。ですのでユーザーよりもですね、技術力をアピールした、そういった製品発表会に見えましたね。今回のアクオスゼロ、重量が軽いのは持ってみてよく分かったんですよ。でも軽すぎるとやっぱりカメラを使った時手ぶれとか気になりますよね。またせっかく最近のスマホはみんなカメラがいいのに、発表会でカメラに関してね、一言も触れられなかったんですよ。やはりね、 UTL 重量非常に重要なんですけども、今のスマートフォンユーザーが何を求めているか、そこを考えた内容でもうちょっとアピールしてほしかった、そう感じちゃいました。本体がとても軽くなり、スタイリッシュでパワフルな今回発表されたシャープのアクオスゼロ、皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をコメント欄にお寄せください。以上、 IT ジャーナリスト綾乃が都内で開催されたシャープの新製品発表会の会場からお届けしました。ぜひこの動画への高評価と YouTube のチャンネル登録、 SNS のフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。